ダイエット中でございまして、ダイエット2日目にしてね、いきなりお菓子企画でございます。はい、というわけでオフランス店が最近伊勢丹新宿店で開催されておりまして、手に入れたクッキーたちをご試食させていただきたいと思います。私ですね、クッキーが大好きで、あ、そうだ、クッキーといえばね、すっごい食べたいクッキーがあるの。もし私の視聴者様の中に骨があったらDM くれ。あの、村上海進堂っていう完全紹介制のクッキーがあるんですよ。もうクッキー界の王者ですね。結構歴史が古い老舗のクッキー屋さんで、紹介制だから、まあ、どんなに金を積んだところで、つながりがないと買えないっていう、あの、村上海進堂さんっていうクッキー屋さんがあるんだけど、いや、マジでさ、本当にお願い。誰かさ、つながりとつて持ってったらさ、私に紹介してくれ。もう私ね、クッキーが大好きなの。オフランス店でクッキーを買ってまいりました。美味しいクッキーが食べたいぞという方は参考にしてみてください。まずはコーヒー。というわけでクッキー買ってきました。ケース、これ別のに入っちゃってます。これね、クッキーの量り売りでパドゥドゥっていうクッキーのお店です。なんでフランス店に来てんだろう。私ここのお店はそんなに分かってないんだけど、去年のフランス店でめっちゃバズって、クッキーを量り売りでやっているっていう、なんかインスタ映え的な要素からバズったクッキー屋さん。ここのクッキーもね、すごい去年いただいて美味しかったので。あとこちらはね、マーモンエフィユさん。マーモンエフィユさんはマジで買えない、人気すぎて本当に買えないクッキー。これ神戸とかそっちの方にお店があるんでね、フランスで修行を積んだぞみたいな、親子で、お母さんと娘さん親子でやっている大人気なサブレのお店で、マジでここは本当に買うの超争奪戦です。個人的にはね、多分ネットが一番買いやすいと思う。で、今回ね、マモエフィユさん2缶も買っちゃいました。こっちがコーヒーのビスキュイ。これがね、グリーニュティーヌっていうマモエフィユさんが出したバレンタイン商品。めちゃめちゃ可愛い。缶もさ、このさ、アーティスティックな感じでめちゃめちゃ可愛いの。リビドーですね。こんな感じで缶が裏表と。いや、マモエフィユさんの缶はマジで捨てらんない。そしてね、今回なんと、セイスト。ここのブランドは本当に買えないよ。チョコレートのブランドさんなんだけど、セイストさん人気すぎて買えません。でも今回マジ奇跡的に買えました。うわーすごい。1缶あたりのカロリーが1561キロカロリーもあります。あの、お金は経験に投資するタイプでございます。パドゥドゥ行きましょう。これ、あの、完全に瓶がベルナシオンの瓶を使っているんだけど、今回なんか量り売りね、これがチョコのクッキー、なんかね4種類出てて、私行った時はもう1種類完売で3種類しかなかった。生ハムのクッキーと、あと塩バターサブレ。ダイエット中なので食べるものを制限させていただきたいと思います。生ハムサブレ、あの、甘くないクッキーめちゃめちゃいいよね。カモだったかな、なんかカモと生ハムが入ってます。すごくない？いただきます。うまっ、うまっ。甘くないクッキー、うまい。一つ一つの素材を殺さない程度の味にあえて抑えるみたいなのがうまい。噛み締めたい。本当におつまみになるみたいな。ちょっとクラッカーに近いクッキー、マジでうまい。いや、マモエフィユさんのね、このね、ビスキュイは、ちょっと開けるね、缶かわいいな。まあ、私はプレーンよりもコーヒービスキュイが好きなのね。なんかちょっとお菓子、やっぱね、私苦めの方がやっぱ好きみたいなところがあって、もうそれで言うと、コーヒー味のビスキュイとかも完璧なのよ。うまっ！って感じ。オープン。うわ、美しい！見て、見て、みんな、みんな見て、お母さん、校長先生見て、あ、見て、ほんと美しい。そう、こういうね、逆にもシンプルなのよ。映えとかじゃないの、シンプルが一番いいのよ。コーヒー豆を結構ガリガリにクラッシャーして中に入ってる、このザクザク感がいい。バターの匂いがすごい。1枚食べて満足っていうよりは、もう気づいたらやめられない、止まらない、高級界のかっぱえびせんみたいな感じでパクパク食べちゃうんだよね。いただきます。うん、うまっ、うまっ。え、マジでうまい。なんかそのみんなで談笑してバクバク食べるようなランクのお菓子じゃないのよ。本当に、あ、最近癒しが欲しい、疲れたなって言ってたしなむ系のお菓子なのよ。やっぱね、私食ってね、ほんと思うんだけど、ワイワイ仲間たちとわーって盛り上がる食は食って、そりゃ美味しいんだけど、時には一覧みたいな感じ、このシャット
アウトで食に全集中みたいな食もうまいんだわ。美味しいコーヒーをついで、音楽とかも J-POP じゃなくてクラシック聞きながら浸りながら食べるのがマモエフィーだね。うまっ。あ、久々に食べた。うますぎ。うまっ。はい、続いて、あのね、今日はちょっとごめんなさい、婚活の話もしたいんですけど、食が好きすぎて食をこのたしなみながら全然関係ない話ができないんですよ、本当に。これ私さ、マジ買えると思ってなかったんだよね。いや、チョコレートでございます。こんな感じで、どうしよう。いただきます。わ、上品だな。白いのいきましょうか。いただきます。塩気、あ、塩気とのバランスがめっちゃうまい。うまい。続いて、うわ、うまっ。うわ、これうまっ。うまっ。あ、これやばいですね。濃厚なナッツの味がブワーって広がるから、あ、ね、ナッツ好きはね、好きなやつだな。うまい。でもビスキュイが美味しいかな。続いて、テイストさん。これはもうランク的にはさ、アトリエ迂回ぐらい値段の高いクッキーです。なんか結構さ、クッキー好きとしてはテイスト食べてみたかったの。なぜかっていうと、これがベストオブナンバーワンですっていう人がすごい多くて、テイストさんは。あー、これはもう見た目からしてすごいっすね。テイストのクッキー、チョコレートのブランドさんなんだけど、チョコレートじゃないように見えて実はホワイトチョコレートだからチョコレートなんです、おすすめって言ってました。これがホワイトチョコレートとピスタチオのクッキー、チョコレートチャンク、メープルウォールナッツ、たしなませていただきます。うわ、これはもう匂いの時点ですごい。惜しみなくバター使ってます。いただきます。なるほど。ガレットってわかります？バターたっぷり使っためちゃめちゃ美味しいクッキー。通常のクッキーがガレットぐらいバター味を感じるから、香りもすっごいいいし、サックサクさもすごいし、カットも分厚めだから食べ応えみたいなのが結構ある。うまい。なんかさっきのマモイヒューさんは本当にやめられない止まらない系なの。これは今日ご褒美にこの1個クッキー食べながらコーヒーをいただこうって感じのクッキー。婚活トーク。みんな婚活の話が聞きたいんだろう。というわけで、なんかまあ婚活始めて、じゃあどうやってお前婚活するんだよっていうところで、実はね、未だにちょっと悩んでるところはあって、結婚相談所には入りません。で、アプリはちょっと続行して続けます。意識的に出会いの場に行こうかなとは思ってるかな。だから、でも確かに婚活休み中と今のお前何が違うんだよっていうところが、うまく言語化していないので、気になる方いらっしゃるかと思うけど、まあ大きく変わったところといえば、周りの皆さんに対して、私のね、周りの皆さんに対して、婚活再開しましたって宣言をしたっていうところがまず一個でかいかな。いろんな出会いの場に誘っていただいたりとか、ご紹介してもらうなどの機会をちょっと今増やしたみたいなところですかね。あ、でそれ、あれからね、婚活始めますって言ってからお一人お会いしました。で、私の中で、まあ、これは別に、なんかそんな別にもやもや悩んでるとかじゃなくて、まあ結論から言うとね、相手の方がさ、途中でさ、怒って帰っちゃったっていう、回だったんですよね。こういうことがあったよっていう、ただの雑談的な話です。相手が怒って帰っちゃった的な話をするとさ、お前に問題があるんだろっていうことを、おそらくコメントで書く方たくさんいらっしゃると思うんですけど、なんかマッチングアプリでマッチングした人で、まあそこそこ会話が続いた同い年の男性と、まあ、マッチングしてお会いさせていただきまして、全然そのメッセージの感じも普通、特に盛り上がるわけでもないし、特に何みたいなのが特別なかったかなって感じかな。で、まあお会いしようっていう流れになって、でね、これ実は私、お会いしようってなった時に、これね、マッチングアプリで実は私ね、ちょこちょこ感じていることなんだけれども、よかったら今度ご飯どうですか、お茶でもどうですかっていうところからの流れの方が意外と私の中で、ん？
っていう疑問を抱きやすいなって感じていて、でその方に関してはランチでもどうですかっていう風にお誘いいただいて、そこって私実は初めてんって思ったの。そこから来た次のメッセージが、ここのお店どうですかって向こうから一発目で、あの選択肢とかじゃなくて、ここどうですかっていう風に来たの。場所とか込みで話が出なくて、一発目でこのお店に行きましょうみたいな感じで、そのお店とかも選択肢がなくて、なんか私がどこら辺に住んでるとかもわからないから、質問は全くされなかった。本当にちっちゃな引っかかりなんだけれどもって思ったけど、まあいっかって流せるぐらいのなんかそれがあって、お会いした感じ、普通の話をしている時は別に普通なのよ。そこから婚活の話になって、自分一人の時間を尊重してくれる女が俺にとっていい女だと思いますみたいな感じのことをお話しされたの。私はそれを聞いてちょっと引いちゃったのね。価値観が合ってない二人なんだよねなんか純粋にちょっと思ったことをその時に私はお相手に言ってみたの。優先度ですよね。一人の時間をまず確保することを第一条件として、なんか出される人と一緒にいるイメージが私わからなかったんでね。それは別に四六時中一緒にいたいっていうわけじゃなくて、私にとってなんか家族になるっていうのは自分よりも優先させなきゃいけないことが発生してしまうことがあるっていうのが私は家族だと思ってたの。だってお互いがお互いでさ、一人の時間を第一優先してたらさ、そんなこと言ったら私だってやりたいこといっぱいあってってなるのよ。一緒にいることをまず一番最初に言葉として出るんじゃなくて、だって子供生まれたらどうすんの？俺だって人間関係他にあるんだよって言ってさ、家族見向きもしてくれないみたいな図がちょっと私は想像しちゃったんだよね。前にさ、動画にさ、出演してくれたさ、あのハイスペックな方いるじゃないですか。あの方が言っていた相手に求めるものは何ですかっていう質問の回答が、私は結構一番納得できたのね。なんか、優先度が同じ人がいいなみたいな話をしてたじゃん。なんか、家族が一番優先な人と一緒になりたい。っていう話をしてて、確かにって思ったのね、私。私もそうなのよ。一番最初の優先度が自分になっちゃった瞬間、私は多分相手に連絡することもうなくなっちゃうのよ。やりたいこといっぱいあるし、しかもだってこれから出会う人でしょ？相手に対して、それを私逆に聞いちゃったんだよね、なんか。彼氏彼女ならまだわかるんですけれども、優先度の一番が自分の時間の確保って、っていう風に言われてしまうと、一緒に歩んでいくことのイメージが私は結構分けづらいなって思ってしまいますってその方に対して言った。そしたらね、俺にとってのいい女は男の一人の時間を尊重できる女なんで、俺もう帰りますっつって帰っちゃった。まあその人にとって譲れない条件が一番が俺だっただけであって、だからまあ合わなかったっていうところでは、その合わない人にあの時間を1秒でも使いたくないっていうタイプだったんだと思うんだよねっていうことがありました。これはでも多分自分一人の時間が欲しいっていうことを主張する人って意外と多いとは思ってるので、私今実家にいるんだけど、一人暮らしの期間もそこそこ長くって、私初めて一人暮らしをした時、全ての時間を全部自分一人で決めていいの？私一人暮らしをするために生まれてきたのかもって思ったぐらい、私実はね、すべて自分一人の時間で決めて贅沢に使っていい時間が大好きだったんですよ。でも改めて、まあちょっといろんなね、ことがあって、実家に今いるんですけれども、改めて実家に戻った時に、一人の良さと家族がいる良さって結構全く別物なのね。で、確かにその家族がいるっていうところだと、一人の時間の確保が結構急にヒュンって少なくなってしまうのは確かなの。でもそこで一人の時間を真っ先に主張してしまったとしたら難しいなって思う。私はだよ、これ私はね、そういう感覚を持ってる人同士が多分一緒になれば幸せなんじゃない？私は一緒になる前からそれ出されちゃうと、私は結構気遣いだから、あ、
なんかもしかしてなんか一人の時間は一人の時間で充実させたいから、そんなどうでもいい連絡してくんなよって心のどっかでは思ってんだろうな。記憶みたいなのが私結構こびりついちゃうタイプだから、多分雑談もふっかけなくなると思う。まあだから難しいよね。矢印が常に外に向いてると、外に対して面白いこととかなんかやりたいこととかを見つけた瞬間忘れちゃうんだよね、相手のこと。どうでもよくなっちゃう。今こっちの方が楽しいしってなって全て後回しにしちゃう。私はね、婚活再開させて初めて会ったお相手です。皆様の受け取りはちょっとよくわかんないけど、例えて言うなら痩せたいけど週7でラーメン食べることは譲れませんって言ってるような気持ちになる。可能か不可能かで言うとできるとは思う。自分は変わる気がないから、そっちが自分に合わせて変わってねっていうことを安易に言われてるような気分になりました。今日はこんな感じです大好きなものを食べながら最近の婚活の話をするというわけで、瀬戸ゼーラでした。バイバーイ。